皆さんこんにちは。こんばんは。ニャンニャンチャンネルキャベ太郎です。ニャンニャンチャンネルマッカ大佐です。今日はね、まあ、残念ながら山中選手ね、浦和レッズ退団、そしてセレッソ大阪に移籍ということが、まあ、発表されたんですが、はい、まあ、日本代表にも招集されたことがある山中選手ですよ、うんうんうん。もうその左足から繰り出されるボール、多くの浦和レッズサポーターが魅了されたことと思いますが。うんうんね、ありがとう。ていうかまあね、あの左足は兵器ですから。題して山中亮介はロマン4セレサポへ捧げる取扱説明書、山中亮介が浦和レッズで活躍できなかった理由。それじゃあ行ってみよう。なるほどな。やめろ評価すんな山中選手ね、個人成績の方に触れていきたいと思います。ウィキペディア引用です。で、まあ鹿島じゃねえ、ブラジルメディアかよ柏レイソルのねユース上がりですが、試合出場機会を掴んだのはわりかし早いのかなって、うん、ですが、出場試合数をねパーッと見ると、うんうん、あんまり多くないよね。そうだね、あんま多くないね。まあそのできることとできないことが本当にはっきりしてて、まあ、この後触れていくんだけど、だ、ね、まあそういうのもあって、でどの対戦相手に対しても山中選手を使うってところまで監督が決断することがあんまりできなかったのかなっていうような印象がある、うんうんうん。まあ、そんな中でも2018年、まあ、右に書いてある通り、まあ、横浜 F マリノスでね、ポステコグルー監督、セルティックスの、セルティックでいいんじゃないか、セルティックスだとバスケになっちゃわない。まあ、偽サイドバックって何ぞやっていうね、ご存知の方もいるかなと思うんですけど、次のスライドで解説していきたいと思います、はいはい。左に表されているのが一般的なサイドバック、うん、右が偽サイドバック、うん、でサイドバックっていうのは基本的にサイドハーフとのね関係性を作って、うん、まあ2対2だったりとか、場合によっては2対1のシーンを作って、うん、まあ、サイドを攻略していくっていうのが、うん、まあ、一般的なサイドバックの役割だと思うんだけど、はい、まあ、それに対して偽サイドバックっていうのは攻撃時に、まあ、ボランチの位置に近い、ポジショニングを取ります、うん。なので、まあ、一般的なねそのサイドバックとは若干役割が違うということで、まあ、偽サイドバックっていうような言われ方が日本語ではしてます、うん。まあ、利点としては、まあ、攻撃時にサイドハーフに広いスペースを与えることができると、まあ、だからサイドハーフの選手が、まあ、ドリブルに特徴のある選手だったりなんかすると、まあ、特に、まあ、偽サイドバックっていうところが生きてくる。でスタートポジションがサイドバックなので、相手選手に対峙する選手としては、まあ、サイドハーフの選手が対峙するんだけど、うん、まあ、こういうふうに、まあ、攻撃時に中に入られると、うん、その相手チームの選手、サイドの選手がどこまでついていくかっていう判断がすごく難しくなる、うん。まあ、サッカーっていうのは11対11で試合をするゲームなんだけど、うん、まあ、そういう相手の特徴を消したりとかっていうこともできる、うんうんうん。で、まあ、中央に位置を取るので中盤の枚数が1枚増えることになりますね、はい。なので、まあ、一番ね、ゴールに近い位置で、人数を増やすことができるっていうところは、まあ、カウンターで、うん、まあ、中央に人数が多くなるっていうことで、まあ、有利に働くシーンも多くあります、はい。で、それに対して欠点っていうのは、中央に枚数が増えるっていうことは、サイドに枚数が少なくなる。うん、まあ、サイドに、まあ、膨大なスペースが生まれてしまうってところが欠点ですね。私もね、サイドバックやってたことあるんですけど、あのね、視野がね、すごく狭いんで。うん、で今もっこが話したのも、はい、まあ、もう一つポイントで、うん、まあ、中央に位置を取るっていうことは、うん、パスの選択肢が左サイドバックでありながらも、うん、左にパスが出せるっていうところももう一つポイントなので、うん、左中央右っていう風にパスの選択肢が増やすことができるので、うん、そういう面で、まあ、ゲームを組み立てる役割としては、うん、あの選択肢が増えて、まあ、そこも利点に挙げられると思います、はいはい、選択できればね。まあ、偽サイドバックっていうのはやっぱり高いその戦術理解が必要で、それはまあ個人だけじゃなくてチームとしても連動性がないとこれは機能しません。でそれに加えてこの今話したのは攻撃時にやっぱりねそのものすごく特徴が出せるっていうポジショニングの取り方なんで、あのチームとしてポゼッションが低いチームはこの戦術を取ることが非常に難しい、うん。まあ、個人としては昭和のサイドバックの選手には必要のなかったようなプレーが求められてたりするんだけど、うん、まあ、そのディフェンスサード、うん、このコートを3分割した時に、まあ、自陣の深い位置ですね、うん、ディフェンス時には4バックを取らなきゃいけないから、うん、純粋にサイドバックとしてのその対人の強さっていうのは必要になる。で攻撃時は、まあ、中央に入るんで、うん、ボランチのような、うん、そのパスでのゲームメイクっていう能力も必要になる、うん。そして、まあ、ゴールの近い位置アタッキングサードでは、うん、まあ、実際にゴールを自分で取る能力も必要になってくるだろうし、うんうんうん、それに加えて、
まあ、クリエイティビティ、うん、まあ、ストライカーの選手にどうやってゴールを取らせるかっていうアシストの能力なんかもものすごく必要になってくる、うんうんうん、とても難しいポジションです。じゃあ山中選手は偽サイドバックに適しているのかどうかっていうのはね、そもそも、はい、そもそも適しているのかどうかっていうのを、まあ、ちょっと考えてみた、うん、ニャニャチャンネル。ディフェンスサードでの対人プレーの強さ、うん、難ありと言わざるを得ないかなと思います。うん、ここは異議ないです、はい。まあ、5点満点中っていう評価で言えば、うん、正直2020年シーズンまでは1に近かったと思う、うん、だけど、まあ、ここ最近スキルが上がってるってわけじゃないんだけど、うん、若干集中力が上がってきてるっていう印象があって、はい、適切なポジションをね、ディフェンス陣も取れるようになってきたかなっていう、うん、終盤戦はね、本当ね、守備もなんか落ち着いてプレーしてて、なんかこう前を開けすぎたり一発で行っちゃったりっていうシーンは本当に減ったよね。で、続いてミドルサードでのゲームメイクっていうところに関しては、うん、まあまあよしかなって思うんだけど、うん、やっぱゲームメイクで、うん、おーって思わせるような印象も正直ない。そうね、ゲームメイクとは全然関係なしにね、あ、ロングフィード1本とかそういうのはねすごく印象にあるけど、中に入ってパスを散らすとかそういった印象はあんまないね。確かにボールを持って探すシーンは結構 あったよね、キャロキャロみたいなね、うん、まあ、分かりますよ。ワンドリブルツードリブル入れて出しどころがないな、うん、他のところに出そうかなっていうような、うんうん、印象がすごく強くなってしまうので、うん、まあ、ここに関してもあんまり高い点を上げられないかなって思う。で、続いてアタッキングサードでのクリエイティビティっていうことに関して言えば、うん、まあ、クロスだったりとかっていう部分ではやっぱり左足の精度がものすごく高いので、うん、まあ、ここはまあ4点っていうふうにつけてるんだけど、うんうん、これに関しても5は上げられないなっていうところが、まあ、俺の印象。あー、これはね、なんか難しいんだよな、これ。いや、結構さ、クロスの質としてはさ悪くないんだけど、やっぱこう中にいる選手のさ、その高さがあるフォワードがいればもっとチャンスメイクって意味で言うと数字残せたのかなと思うんだけど。ケンユー、まあ簡単に言えば、うん、山中選手、うん、ここしかないです。ここのポジションでボールを持つ、うん、そしてクロス、うん、あるいはシュート、はい、これが山中選手。2020年シーズン、まあ、ポゼッションも低い、攻撃の時に山中しかなかったのよ、うん、そりゃ対応されちゃうよ。まあ、それに関して言えば山中選手の個人の責任とは言い切れない部分はある。たださっきから話した通り、じゃあ偽サイドバックとしてそこまでね能力が高いのかっていうと、うん、そんなに高くないと思う、うんうん。まあ、具体的にはやっぱり4バックを敷いた時にディフェンスが、うん、まあ、できない。うわ、いいよね、はい。で、中盤でもゲームメイクができない、うん、で、そしてフリーランニングで周りを生かすっていうプレーもない、うん、で、特にこの位置で、まあ、ボールをもらってたとすると、ここでクロスを上げられないから、じゃあサイドハーフにボールを出しましょうと、うん、出した後のもう一回動き出してポジションを取り直す、うん、ちょっとバックステップを踏んだりとか角度をつけるみたいなシーンも少し良くない。で、それに加えてさっきケンユーって言ったけど、うん、まあ、キャスパーユンカーが入ってからもその中央の選手の特徴っていうのを理解してクロスが上げられない、うん、質はものすごくいいの、うん、その選択があんまり良くない。そうだね、まあ、そのあたりがやっぱり山中選手が、うん、まあ、裏レッズで生きなかった、うん、まあ、大元を正してみれば山中選手は偽サイドバックに適しているのかどうかっていうところ、うんうん、シュートってっていうか、まあ、得点能力ってところだけでね、なんかこうすごくさ、いい好印象を抱いてたけど、まあね、総合してその守備も含めてね、あの求められる能力ってところを改めて考えてみるに、なんか そこまでだよね。普通のサイドバックの方がいいんじゃないかっていうような気がしてきた、うん。そうだから、今シーズン終盤はね、なんかこう追い越す動きをしたりね、なんか純粋なサイドバックとしてのプレーがさ、いいプレーをたくさん見せてくれてたから、次のねセレストさんね、どういったプレーをね求められるかは分からないですけど、まあ、新しい山中選手をあの期待しますね。ということで山中選手、はい、まあ、ものすごくね、はい、選手プレースタイルとしてはものすごく尖った選手なんですけど、うん、まあ、現代サッカーではねなかなか見ない選手になってきましたね、うん、はい、そうですね。でもすごく面白いんで、うん、どうかどうかセレストサポーターの皆さんもね可愛がってあげてください。よろしくお願いします。Check the mic and make sure it sound right, boys.